石川のりさん、リスナーさん、こんばんは。強迫性障害ってどう思いますか？同じ場所が好きで同じところを何回も歩いてしまいます。悩みを改善してもらいたいです。よろしくお願いします。同じメールが3通も来たことに俺はちょっとびっくりしましたけどね。脅迫メールかと思ったわ、全く同じメールが3つも届いてバクってんのか知らないけど、意味がわからないんだけど、脅迫性障害はどう思いますかって聞いてて、同じ場所が好きで同じところを何回も歩いてしまいますが、それ脅迫性障害の質問に関係あんの？脅迫性障害とあなたが同じところが好きで同じところを歩いちゃうのは関係ない話なんじゃないの？意味がわからない。そもそも質問の2分前のメールだから多分あなたまだ見てると思うんだけど、これ全然関係なくない？どういうことなの？同じところが好きで何度も歩いちゃうから同じメールも何度も送ってくんの？何回やるんだそういうことを。ねえ、同じ場所が好きで同じところを何回も歩いちゃうから同じメールも3通も送ってくんのかなこれ。あ、ちょっと待って、どういうことだ？脅迫性障害だからちゃんと届いてるかどうか不安で3通送ってきたってこと？ってことは新しい道を歩くと不安だから同じところばっかり行っちゃうってこと？そういうことかなこれ。まあ強い不安とか恐怖とかを感じるからだからってことか。ごめんごめん、俺がちょっと知識が足んなかったかな、理解してなかったかもしれない。なるほどね、そういうことか。どういうことかと思ってさ、同じところを何回も歩くのと脅迫性障害何のつながりがあるのと思ったらそういうことね。悩みを改善してもらいたいです。無理です、病院行きましょう。だって分かってるわけじゃん、脅迫性障害って分かってるわけだから、それ先生に伝えた方がいいじゃん。どう考えても無理でしょそんなの。お悩みとは言うけども聞くことはできるけどさ、そんなのどうやったら改善できますかっていう。ドア閉めたのに何度も確認しに行ったりするやつ。はあ、でも俺もちょっとある。それ家出かけるときに鍵閉めたかなってやつでしょ。俺戻るときあるもん、カチャカチャカチャってやって不安になったりするやつある。あの台所のガス元栓閉めたかなとかでしょ、電気消したかなとかでしょ。一回やる。あ、それを何回もやるってこと？ドアノブガチャガチャってやって閉まってるなって思って出かけたのにまた閉まってるか気になっちゃって戻ってまたガチャガチャガチャってやるの？それ何回も何回もやるってこと？やばいじゃん、生活できないじゃんそんなの。もうじゃあ何につけてもそうなっちゃうから生活できないじゃん。だからメールもちゃんと届いたか不安になっちゃって3つ送ってきたってことね。確かに玄関の鍵閉めたのを動画で撮っときゃいいんじゃないの？ほんで安心できるのかな、動画見て、あ、ちゃんと閉まったわみたいな。そりゃ大変だ。じゃあ人ともお付き合いできないじゃん。疾患の特徴は自分の行動が不合理だという自覚が患者自身にあることです。そのため自分はおかしい、周囲から変だと思われてしまうという恐怖から行動範囲が非常に狭くなってしまうことがある。大変だねそれはね。じゃあ待ち合わせとかの時間にも間に合わないんで、そんないちいち心配してたらね、家行って帰って家行って帰ってタクシーとかも乗れないじゃん。帰ってくださいってわけにいかないしね、何回もね。それはなんでそういうのがあるの？脅迫性障害っていうのはそれは生まれ持ったものなのか、その自分の生活からそうやってなっちゃうのか、何かのショックでなるとかストレスでなるとか原因は分かる？あんまり詳しくないけど、その脅迫性障害はどうしてそうなるの？きっかけは何なん？環境によるものが多い。例えばなんかネットやってて自分の顔画像をアップしてさ、なんかブスとかデブとかめっちゃ言われて自信なくしてなっちゃったりとかもあるってことかな。ネットやっててね、そうネットってさ自分を見せれるところじゃない。そうだからネットでやっててなんかボロカス言われてなったりとか、子供の頃に怒られたりとか。でもその脅迫性障害の人ネットやってて大丈夫？またなんか不安なこと増えないの？チェックリスト作れば大丈夫って気がする。でもそのチェックリストが正しいかどうかでまた不安になるんじゃないの？その自分の作ったチェックリストを信用できなくなるんじゃない？今度はそれになんか不備があるんじゃないかみたいなってずっとループするんじゃない？ストレスからどんどんダメージが蓄積していったりと。でも不安取り除けないよね。なんか話聞いてるとさ、不安がなくなればさ治る病なのかもしれないけど、取り除き方がわからないよね、そこまでひどいとね。なんかさ、そばにいてくれる人がいてさ、ずっとそばにいてさ、一個一個をさ確認してさ、不安を取り除くことからさ始めなきゃいけないような気がするけど、そんな人いなかったら無理だろうしね。まあでも君らも脅迫性障害とまでは言わないけど、それに近いものは持ってるよね。別に名前を挙げて喋ってるわけじゃないのに自分のことを言われてる気になったりとか、極端に影響を受けたりとか、極端に落ち込んだりとか、極端に考えたりするのも一種でしょ、それは。ネット向いてないですよ、だからそういう人は。
だけど多分そういう人ってネットしかないから、ネットにいるから、なんか歯車がさ噛み合ってないんだよね。悪循環なんですよね。そういう今みたいなさ、こういうメール送ってくれた人もそうだし、さっきも言ったようにさ真に受けちゃう人もそうなんだけど、まあ、そういう毛があるわけじゃん。で本当はそういう人は多分ネットやめた方がいいんですよ。そう、あの顔が見えないし何言ってるか分かんないし、本当はどう思ってるか分かんないから多分向いてないんだけど、でもそういう人はリアルで人と関わるとリアルで人に迷惑をかけてしまうから、ネットしかないからネットに来るんだよね。だから悪、めちゃくちゃ悪循環なんだよね。今日はあの滝沢カレスのまとめでちょっと見たんだけど、拒食症の女の子がいて、拒食症の子とか、まあ、承認欲求のある子とかがね、自分のツイッターにね、自分の体とか腕とかアップするんだよ。で、ある一部のネットユーザーが、そういう拒食症な子にデブとか言えば、その子がどん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 ご飯を我慢してガリガリになっていくから、その様を見て、こっちはストレス発散できる、笑けるわっていうやつがいるんだよね、ほんとクソみたいなやつがね。そう。だからわざとそのツイッターの虫眼鏡のところに拒食症っていうワードを入れて、そのネットで承認欲求を持ってる、まあその子自身もちょっと良くないんだけど、拒食症の子をあえて探して、そいつらに太ってる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 ってめっちゃ言って、どんどんガリガリにさせるみたいな、なんかやつもいるんだよね。うん、だから本当にね、その拒食症の子もそうだし、今こういうメールくれてる人も本当はマジで SNS はやめた方がいいんですよ、やめれるんだったら。うん、マジで。それは病気だからやめた方がいいとかじゃなくて、人に向いてる向いてない向き不向きってものがあるから、向いてない人は本当にやめた方がいい。なんでね、本当に昔ひろゆきがさ、嘘は嘘と見抜けるって、あそこからまあネットって始まってきたけど、本当そう。うん。なんかネットなんてただのザレ言だぐらいの気持ちで見れる人じゃないと、今のインターネットっていうか日本のインターネットのやっぱ、そういう特に SNS 界隈を中心に、厳しいんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。なんでこの方もね、メールくれましたけどね。だけどまあネットしか居場所ないんだろうね。じゃあネットやめたらいいじゃんって言うけど、じゃあリアルだったら誰が絡んでくれるのって話だし、誰が遊んでくれるの、誰が一緒になってくれるのって話だし、今、まあコメントさ、いっぱいあってさ、脅迫性障害について書かれたけど、正直関わるのめんどくさいじゃないですか。ほら、俺ははっきり言うよ。こんなん書かれて、じゃあこの人と絡みますかって言ったら絡まないですよね。うん。だから多分友達少ないですよ。うん。なかなか増えないと思う。難しいと思う。だから、ネットだったら直接絡む必要がないから、けど、絡んでる気にはなれるから、ネットに来るんですよ。だからやっぱリアル、お病気してる人たちとか、体不自由な人たちとか、精神的にもいろいろある人たちっていうのはネットに来るのはそういうこと。リアルで絡んじゃうと、直接、相手に迷惑をかけたり自分が傷つくことがあるから、そうセーフティーな場所で楽しみたいって言ってネットに来るんだけど、じゃあネットだったら自由にできるかって言ったら、またそれはそうじゃないから本当難しいかなと思います。うん、ネットは幸せかって言ったら、やはりその悪意が満ち溢れてるから、それにぶち当たった時に耐えられるのかなっていう感じはするんで、どっちがいいかとは、リアルがいいかネットがいいかどっちがいいかとか、まあ簡単には言えないけど、でまあ俺が言うのはさ、ネットはネットで楽しみなさい、ネットの人だからって言って割り切ってやりなさいって言うけど、強迫性障害の人とかは不安になっちゃうから、俺がこう言っても多分すげえ不安になるんだよね、確認したくなるとか。うん、だからみんなも心当たりあるかもしれないけど、例えば自分のことを悪口言われてるんじゃないかって言ってエゴさしたりとか、配信者の人だったら自分のこと何言われてるか気になるって言ってタヌキ見たりするのも強迫性障害の一つだと思います。そんなものを見る必要もないのに、自分がどう言われてるか不安になってしまって確認してしまう。これも俺一種だと思いますよ、これは。そう、2チャンネル見ちゃったりとか、あえてアンチのやつを見ちゃったりするっていうのも その一つだと思うんで、それは絶対いらないんですよ。いらない。うん。見る必要がないの。そういうのを自分から見に行ってしまう人っていうのはその毛があるから気をつけた方がいいですよ。お医者さんとそうなんだよね。でもさ、なんかさ、ごめんなさいね、なんかね、精神科医とかをなんか若干否定するようなことを言っちゃうかもしれないけど、何がわかるの、医者が。その人の心って十人十色だと俺は思ってて、臓器じゃないから、心って人間が賢い生き物ゆえに作り出した脳みその中にあると思ってんだよね。だから医者が何が分かるのかなっていう。だからちょっと精神科医の先生を否定するようなことを言っちゃうようなんだけど、どうなんかなと思うんだよね。何が変わるのかな。まあでも、なんだろう、その治す治さないとか置いといて、
そのメンタルの部分がね、こう少しでもね救われるんだったらいいかなと思いますけどね。まあある意味、まあお悩み相談でさ、どこの配信でもあると思うけど、配信者も先生みたいなもんだよな。別に解決に導けなくてもメールを拾ってあげて読んであげたりとかするだけでもやっぱりさ救われるところあるかもしれないし、取り上げられて嬉しいなって思う人もいるわけだから、まあねえ、ちょっとでも軽くなってくれればなって思いますけど、でもコメントにね、その玄関の鍵とか気にしてる人はなんか動画撮った方がいいよとか写真撮った方がいいよとかメモ残した方がいいよっていう意見もあったんで、まあ試してみてはほしいよね。なんかネットには多くいそうだね、でもこういう人はね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。